さんこんにちは、伊藤恵です。今日のピアノ上達のお話は、譜読みの段階でするもしくは練習の前にする楽譜の準備についてお話をしていきたいと思います。以前動画で効率よく譜読みを進めるためっていうお話で、こうちっちゃなね丸のテープを使っていくお話をしたんですが、まあ、ちょっとそれに似ていて、もちろんレッスンに行ったら先生がね細かくアドバイスくれるよね、ここはこういう風に弾きましょうとか、ここを練習してとかね、いろいろ曲についての説明をしてくださるかと思うんですが、自分でその初めてこの曲をレッスンに持っていくぞっていうその前の段階でこういうこと自分でできてたらすごく上達のスピードが上がりますよっていうお話をしていきます。で、この間の丸のシールもそうなんだけれども、私すごい文房具とかが大好きで、レッスングッズの中にはこういろんな種類の付箋とかマスキングテープとかマーカーペンとかたくさんあるんですけども、こういうのもう集めるの大好きなんですけど、でそういうのを使って自分なりに曲を理解する方法を今日は解説していきたいと思います。今日はブルクミュラーの25の練習曲から6番の前進進歩という楽譜を使っていきます。この曲の譜読みを始める前に、練習を始める前に、初めてのレッスンに持っていく前に、自分でできること、こういうことに気がつきましょうというお話です。で、この曲まずブルクミュラーになってくるとね、必ず曲の始めに速度の表記があります。どれぐらいのこの速さでこの曲を弾くべきかっていうのがありますね。これアレグロ四分音符132ってなっています。例えばここでアレグロってどういう意味だったっけっていう風になってる人は、ちょっとこうね付箋で書いてみる。アレグロって速く快速にと、こう気持ちのいい感じの速さだよね。この早めの速さ、快速に。プレストとかも違うし、アレグロっていうとこう楽しさが混じってるような速いテンポですね。で、この曲を通してみるとテンポの揺れは書いてないね。速度の変化は書いてないので、この黄色の今回テンポに関する黄色の付箋は一つで OK です。次、では強弱を見ていきましょう。強弱はピアノ、クレッシェンド、ピアノ、クレッシェンド、フォルテ、フォルテ、クレッシェンド、フォルテ、で、デクレッシェンド。で、戻ってくるんだけれども、よくこれ色分けをしてる人もいるかと思います。弱めの、ピアノの時は何色とか、フォルテの時は何色とかね。それでもういいと思うんですが、じゃあこの、今回はピンクと水色の付箋を使っていきます。で、この最初のピアノ、どんなピアノかな？っていうのを考えている。ただ弱いっていうだけじゃないね。例えばふわふわと漂っているような柔らかいピアノなのか、ちょっとこうキラッとね芯が通ってるようなピアノ、どっちがこの曲には向いてるだろうかっていうのを自分で考えてください。で、私のイメージとしては進歩、前進だから、こうコツコツと努力して花開くっていうようなね、そういう曲のイメージなので、ちょっとこう弱いながらにもきっちりと芯のあるピアノがいいんじゃないかなと思っています。なので、芯のあるピアノっていう、このどういう弱さなのかをちょっとこう説明する付箋を貼っていきます。芯のあるピアノ。で、じゃあ今度はクレッシェンドしていってフォルテになった時に、で、ずっとフォルテがここ繋がっているんですが、じゃあずっとフォルテ、どんなフォルテがいいのかな。もともとこのアレグロというちょっとこう快速にっていうイメージがあるから、あんまり重々しくならない、軽やかなスタッカートがついていたり細かなアーティキュレーションがついているので、こう軽やかなフォルテがいいんじゃないかな。軽やかなフォルテ。まず最低限のこの強弱のことができたら、じゃあ今度クレッシェンドとかデクレッシェンドを見ていきましょう。で、書いてあるのはまずここ2小節目にクレッシェンドが書いてあって、あ、なるほど。最初、ミーファソーラシドレミ、ソーラシドレミファソーっていう風に両手ともこう上降形で登っていってる。進歩する感じが、登っていく感じがいいね、階段を。ミーファソーラシドレミ、ソーラシドレミファソー。2回目はもっと高い位置から登っていきます。ね、ということはそこで最後、クレッシェンドバーっとかけて、ファルテンデッシーのところがもう頂点ね。
で、左手。これ、音が、ド、ミ、ラ、ド、ソ、ド、ミ、ドって、音、下がっていってるよね。で、次、もう一回ピアノに戻っていくんだけど、ここのイメージは、もうタイトルからして、もう一歩一歩コツコツと進んでいったんだけど、3歩進んで2歩下がるみたいな。登ってコツコツと行ったんだけど、またちょっとうまくいかないことがあって、もう一回頑張り直して花が咲くみたいな、そういうイメージ。1回目の音階、上行形と、もう一回出てきたミー、ファソラシドレミシドラタタリダレラなんて言っていって、最後の最後で、もうね、ここ下り坂だったところが、さらにクレッシェンドで、フォルテ。開いていくね。右手は上行、左手も広がっていって、フォルテになりました。ここ。ほんと、最大の盛り上がりのところじゃない?って私は思っているんだけど。で、このリピートの後、軽やかな、タランタランタランの軽やかなフォルテのところに入って、ここも、やっぱり、フォルテの中なんだけれども、きました。左手もレラレ、やっぱ下がっていくね。次もシラソラド。フォルテの表記の軽やかなフォルテの中でも気持ち的にはディミネンドディミネンド、フォルテの中でよ。フォルテの中でディミネンドディミネンドしていって。で、そうか。で、ここ、U ターンして、こう、ギアチェンジするところが一番下の段。また登り始めて。頑張って、こう、登って花が開いたんだけれども、また、そうか、そうか、努力をしていく中で、こう、ちょっとうまくいかないこともあるよね、あるよね、あるよね、ってなって、それでもコツコツと頑張ってきたのが、この一番下の段で、こう、努力、花開くみたいなところのクレッシェンドが始まって、この、耳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 のところに入ってくるわけです。で、このフォルテのところから、ミが全部で何回あるかっていうと、1、2、3、4、5、6、7、8回のミがあるので、8個のミを使ってディミネンドしていきます。デクレッシェンドの記号を見ると、そこから途端に弱くしたくなっちゃう人っているんだけれども、8個とも音量を変化させながら、8回のミを使って、8個。で、ディミネンドをしていく。そうするとね、自然なディミネンドになります。やりがちなのが、ね、いきなりドンってちっちゃくなっちゃうパターンがあるんだけれども、8回を使って、これでね、大体の強弱のチェックは終わりました。そして、その、次にやるのは、この曲、スラーのところをスタッカート、アクセントなど細かく、記号がついているので、それを最後にチェックしましょう。この、例えば、スタッカートで切った4つとスラーのところ、このスタッカートはどれぐらい切るのが素敵かな?長めとか、あれば、スタッカートがいいかなっていうのを自分でね考えてみましょう、まあ、私のイメージとしてはこう進歩していくわけだから自分の中では楽しくこう学んでいけてる成長していけてるなというのでちょっとウキウキ感が出るようなスタッカートがいいかなと思っています。ちょっと長めっていうよりもね左手はこうちょっと加工系になってきてるのでちょっとウキウキ感が少なくなるようなイメージちょっとしょぼんじゃないけどウキウキ小さいっていうようなスタッカートかな。今こんな形で付箋でこう書き込みをねしていってみました。まず速度のことを考えてみました。その次強弱に楽譜に書かれている強弱を考えました。その次、楽譜には書いてないけれども、
どういった強弱の変化をしていったら自然かっていうことを考えました。そして最後に記号ね、スタッカートやアクセント、スラーなどの自分なりのイメージをこう書き込んでみました。これを譜読みの段階で、譜読みの前にしておくと、なんていうの、ただ単に音だけ追ってしまうっていう練習にならないよね。あ、そうだそうだ、ここは軽やかなスタッカートで自分弾こうと思っていたんだってね、気がつくでしょ。すぐ楽譜見てすぐ弾きたいのはわかるんだけれども、それと並行して、あ、そうか、ここの曲こういうイメージだったっていうのをこうやって書き込んでみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。今日は練習前、譜読み前にする楽譜の準備ということでお話をしました。すぐにね、練習したい気持ちもわかるし、練習もちろんしてほしいんだけれども、それと同時に楽譜についてしっかりと書かれていることを調べる、チェックするっていうことは、指を動かす練習と同じぐらい大切なことなので、自分でしっかりと楽譜を読み込んでいく習慣をつけると、上達のスピードがどん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 速くなると思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタなどもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。